始めていきます。バイオハザード物質を探せ。5秒後に突入。バイオハザード物質の場所に向かえ。オペレーターはあと1人だ。分かったな。味方チームがやられた。落とした
ルーク名前も忘れてしまった。部屋を死守しろ。バイオハザード物質を守れ。アーマープレート設置。敵部隊がバイオハザード物質を発見した。10秒、残り5秒、敵部隊のドローンがバイオハザード物質を発見。敵部隊がバイオハザード物質を確保した。やり方も忘れた。吐き方。ひどいなこれ。バイオハザード物質を見つけろ。上出来だ。バイオハザード物質を見つけた。突入まで10秒。突入まで5秒。バイオハザード物質を発見した。移動しろ。
素人なのか。カメラの位置も知らない。俺もだけど。カメラの位置ですか。オペレーターは残り1人。味方チームがやられた。つけてない人は新規なんだろうな、多分。やはりタチャンカっていうか、あ、新規だな。新規です。新兵です。ほう。
実力新兵。人質を守る。部屋の守りを固めろ。なんだこの。なんだこの。わけわかんない。どうなってやる。もう一回来る。残り5秒。いや、ストップス。よくやった。人質の居場所を確保した。壁を補強。人質を発見。味方はあと一人。ミッション失敗。味方が制圧された。これもう今フレームレート30で安定してるけど、もっと上げたいな。下げるかな。テーマで下げるかな。勝負が優先だからな。迷うな。グラス、ドツグラ。人質の位置を特定しろ。どこだ。確認。人質が見つかった。あ、ここか。あと10秒。違った。あ、ここだ。5秒後に突入。人質を死人。
方オペレーターは残り1人。待って、制圧された。厳しい。もうね、シーズンパス、2年目は買わないことにした。意味がないことに気づいた。だってこれポイントで買えるんだからね。ポイントっていうか、ゲーム内の金で買えるから使い道がない。それしかも今メンバーでも十分だし、もうこういうの。あのボーイ側のなんかマジックミラーのやつは個人的に興味がある。部屋の守りを固めろ。人質の安全を確保しろ。守りを固める。人質の居場所が見つかった。準備しろ。あと10秒。残り5秒。気をつけろ。敵部隊が人質を発見。